こんにちは、マサです。今日はゴールド過去最高値更新1940ドルっていうテーマです。連休明けの7月27日にとうとう金の価格が過去最高値更新しました。1923ドルっていうのが今までの過去最高だったんですけど、あっさりと更新しちゃいました。先週はね、1900ドルちょうどぐらいで終わったんですけど、週明けの月曜日、いきなり40ドル上がったんです。理由はもちろん、米中の争いです。最近ね、アメリカ政府は、ヒューストンにある中国領事館に対して、閉鎖命令を出したんですけど、その仕返しとして中国も、四川省にあるアメリカ領事館に対して、閉鎖命令を出したんです。最近の米中関係はすごい勢いで悪化してますから、どこかで偶発的に軍事衝突が起こる可能性があるんですよ。特に南シナ海です。この辺りが一番危ないって言われてます。中国は南シナ海の南沙諸島に軍事基地を作ってますから、ここで何かが起こる可能性があるんです。もちろん金が過去最高値更新したのは米中関係だけが理由ではないです。何回も説明していますが、アメリカの中央銀行である FRB の無制限の量的緩和、そしてゼロ金利政策、このような FRB の政策が金を上げているんです。実は金の上昇要因のほとんどはこっちなんですよ。無制限の量的緩和とゼロ金利政策、この上に米中関係の悪化が乗っかってるっていうイメージです。だからね、米中関係の悪化がなくてもいずれは無制限の量的緩和とゼロ金利政策だけで過去最高値を更新していました。先週ね、アメリカの10年の実質金利が過去最大のマイナスになったんです。マイナスですよ。銀行預金していても、実質金利のマイナス分、銀行預金が減ってしまうから、だから金買うんですよ。そりゃそうですよね。もちろん、金に投資をしても、儲かるとは限りませんから、ここは十分注意してください。商品先物は特に、レバレッジをかけて取引しますから、十分注意しましょう。私は10年以上金の取引をやっていますけど、ここまで急激に金が上昇するとは予想していませんでした。だからね、今まで見たことがないような相場になっているっていうことなんです。十分注意しましょう。では今回はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。